ミシェル・ブラスは自然から料理を創作する料理人と称され21世紀のフランス料理界を代表すると言われているフランス中南部オーブラック地方のソムリエナイフで有名なラギオール村でオーベルジュ・ミシェル・ブラスを営むシェフ。ミシェル・ブラスは有名シェフに指示したり高級レストランで修行したことはなく両親の経営するオーベルジュ。 ルーマズユックの厨房で料理を作る母親に学び、オーブラック地方の大地と空の中で、彼独自の料理の世界を築き上げてきた。フランス料理界で有名なレストランガイドの一つである、ゴーミヨが70年代末にブラスを扱った時、上質だが素朴な強度の素材を生かして、これほどシンプルで、軽やかで、多様で、創造的で、素晴らしい共演を仕上げる術を持っているものは、 ミシェルブラスの他にはいないと評した。ガルグイユガルグイユは、元は、ジャガイモと生ハムなどを煮込んだオブラック地方の郷土料理。ミシェルブラスはそれを、その土地の野菜を使う基本はそのままに、四季折々の20から30種類の高草や若野菜、30から40種類のの花、キノコなどを、それぞれに、最適な別々の調理法で仕立て、バターとハムでまとめ、 ミシェルブラスの料理を代表する一品に仕上げている。アリゴを参照アリゴは、オーブラックの修道院が巡礼に振る舞った食べ物が、ルーツとされるオーブラック地方の名物料理。ラギオールの牛乳チーズイコールアリゴの熟成前の塊に、ジャガイモのピュレと牛乳と、バターとニンニクを加えて練り、糸を引くような状態に仕上げたものに、ソーセージを付け合わせた。流れ出るという意味を持つ、 クーランは1981年に完成したデザート。ビスキューにナイフを入れると中から温かいチョコレートが流れ出てアイスクリームと絡まる温かく冷たいデザートである。食事の前にスタッフがカトラリーについて説明してくれる。ミシェルブラスはソムリエナイフで有名なラギオール村の出身だがライオール村には一生に一本質の良いナイフを持ち手入れをしながらそれを 生涯大切に使い続けるという伝統があり、今日の食事の間だけは、その伝統に習って最後まで、同じナイフでお楽しみくださいという、シェフの思いが伝わってくる思考である。もちろん頼めば変えてもらえるが、食べ終わった時、パンでナイフを拭って、ナイフレストに置く。ありがとうございます。